ピレネーオリアンタル県は、フランスの奥下に位地域県の県である。なお、フランス語での本来の発音はリーゾンにより、ピレネーゾリアンタルとなる。県を、かつての州で色分けした、図東は、地中海、南は、スペインのカタルーニャ州、ジローナ県、北は、オード県、西は、アンドラ公国とアリエージュ県と接する。また、ジローナ県の飛び散りビアを抱える。 フランス革命以前の州であるルシオンを再編したものである。北部のフヌイエード地方はオック語が話される別の文化圏となる。しばしばカタローニュフランセーズと呼ばれてきたが、最近はカタローニュノールと呼ばれてきている。カタローニュノールという呼び名はカタルーニャ愛国者集団である。ノストラテーラーがカタルーニャ州との政治的、文化的、言語の結束を呼び戻そうと、 1930年代に考案された名称である。これにより、2007年12月10日のピレネーオリアンタル県議会通常会期において、カタルーニャ憲章が承認された。憲章の序文ではこう述べられている。序文はカタルーニャ語で書かれており、カタローニュノールという用語が初めて公式に認知された。ミラの祭りでサルダーナを踊る男女奥語が話される。 県北部のフヌイエイド地方を除けば、県全体で、カタルーニャ語が話される。フランスは常にフランス語を唯一の国語とし、国民に対し、明らかに、カタルーニャ語をはじめとするフランス語以外の普及を禁じて、きた。20世紀、多くの親たちが、フランス語ばかり話す自分たちの子供に、カタルーニャ語を話すよう勧めてきた。しかし、カタルーニャ語教育は、 常に広まるとは限らなかった。当時は、フランス植民地帝国全土の輝ける時代であり、先祖の言葉を習得することは国語である。フランス語の熟達を阻害することになると恐れたのである。フランス全土で、フランス語以外の言語は減少、消滅していったが、カタルーニャ語はあまたある、その他の地方の言語と比較して、根強く残ってきた。集会が県内で多く開かれ、 カタルーニャの伝統舞踊、特にサルダーナが非常に好まれてきた。毎年プラードでは、夏季のカタルーニャ大学が開校する。当局の大きな支援なしでもカタルーニャ語は、初等教育から大学に至るまでフランス語と同様に教えられてきた。しかし20世紀の間、カタルーニャ語は衰退し続けた。地中海性気候であるため、冬は温暖で、平地での降雪は、 非常に稀である。夏は暑い。風、特に北西風であるトラモンターヌは、しばしば風速が最高時速1 0 0トルに達する。マリナードと呼ばれる海風は、ピレネオリアンタルイクモと雨をもたらす。晴天日は、年間300日、高雨日数は、年間60日である。カタルーニャのシンボル、カニグー山とブドウ畑県経済は、伝統的に、農業、桃、 アプリコット、サクランボなどの果樹園を含む樹木栽培、野菜栽培、ブドウ栽培が占めている。ワインの分野では、ピレネオリアンタルは VDN ワインの重要な生産で名誉の誉れ高い名称、バニュルス、モーリ、リブザルド、ミュスカドリブザルトの4つで飛び抜けている。県庁所在地であるペルピニアに、県人口の約1、4が集中する。 人口が1万人を超えるのはカネタンルシオン、サンテステーブ、サンシプリアン、アルジュレス・シュルメールである。相対的に60歳以上の年齢層人口が多くなっている。この高齢者人口が出生率に対して死亡率がまっさる結果を招いている。しかし、活発な転入の均衡が取れているため、数十年来一定して人口が増加している。 その過ごしやすい気候から、ピレネオリアンタルは一部の年金生活者を引きつけているが、彼らは一時の人口増加に貢献するものの、高齢者人口を押し上げることにもなっている。1999年3月8日の人口の国勢調査によると、県内にある利用可能な住宅の30.9%は、週末や休暇用に使われる別宅、別荘、コテジであった。 参照元、スプルフ、2006年以降 INSEE2007 年以降 INSEE1960 年代、ラングドックルシオン地域圏が大勢の観光客を受け入れるための整備を行った。コートベルメイユは、観光関連の建物で埋め尽くされた。カネタンルシオン、アルジュレイコールシュルメール、サンシプリアン、ラバルカレースのような海辺の観光地が有名である。 多くのキャンプ場やホテルがあり、観光客は細かな砂の長い砂浜に引き付けられる。ありがとうございます。